今回私たち横浜移動サービス協議会には自衛隊の OB の方がたくさんドライバーとして参加してくださっています。国民を守るということで、しっかり体に染みついた人たちは、退職してからも地域の皆さんを支えるという意識を持って積極的に福祉活動に参加してくださっています。その OB の方が声をかけして、神奈川の、自衛隊の方から広報部の方たちが参加してくださいました。で、自衛隊で使っている缶詰の紹介であったりとか、現地でどんな活動をしてきたか、そんなお話をしてくださいました。自衛隊が入ってくるとお風呂も整備してくれたりとかいろんなことをしてくださいますが、それはやはり、時間が経ってからのこと。まず、災害起きて 7,8 分でもう出動されているんですけれど、まずは、ハードの整備、そこから始まって避難所に来てお風呂とか用意してくれるのはもっと後になります。なので私たちは自衛隊の方や消防局の方たちが来てくださる前は自分たちで自助努力をしようねというところでやった、今回の体験でしたが、終わった後みんなで集まって、これも地域の YMCA さんが協力してくださったんですが、みんなでワークショップでこれから私たちのこの町戸塚の中でどんなことが必要なんだろう、特別な避難所でなくても障害のある方たちとか高齢者が一緒に助け合える、そんな形はどんな工夫があればできるかなというお話をしました。で、この地域の連携をこれからもまた、何度もこういう訓練を重ねながらお互いに顔の見える環境を作って、何かあったら、お互いに助け合う、そんな仲間作りをしたいねと言って、過ごした、1泊2日の避難所体験でした。